胆振りの送別町では果樹園のサクランボ狩りが始まり、家族連れなどでにぎわっています。<laughs> つやつやと色づいたサクランボ、東野湖に近い送別町の果樹園では、鈴なりに実ったサクランボが訪れる人を楽しませています。<laughs> この時期食べ頃なのは、砂糖錦とベニシュウホーです。